チャオ、あっちゃんです。今日朝ごはんの動画でね、もうストレス溜まるよウェーって言ってたでしょ。でそのストレスをね、発散するためにお出かけします。はい、気分を変えてお出かけするのに、普通にお出かけしてもいいんやけども、メイクすることでまたテンション上がる、テンション上げてお出かけせんかったら車の運転も危ない、事故って危ないんでね。だからこういうのね、言うとねフラグ立っちゃったらあかんのけどね。でもあっちゃんは今日も安全運転でお出かけしていきたいし、楽しくで帰ってきた時にはまた子供と笑顔で喋られるようにね、楽しく行けるように、子供にはね辛い顔見せたくないんで、だからちょっとね、でまあそれ行ったついでに、いいもの探してきてね、またそのね子供と楽しめるものであったり、みんなにね紹介できるような面白いものがあったりとか、そんなもん探していきたいと思うしね。ちょっと旅に出ます。奈良県内やけど、はい、ということでね、ちょっとメイクしましょう。そんなに大差メイクせへんけどね。はい、ちょっとね、どうしようかな。あんまりね、激しいメイクはしない。下はね、あれさ、ローションと乳液してあるか、もういい。めんどくさい。ちょっとせ、日焼け止めだけしとこう。日焼け止めこれ出とったな。よいしょ。UV カット SPF50 のね、PA4 プラス。たっぷり塗っとかなあかんねん。たっぷり塗んだけど、ちゃんとねムラがないように伸ばさなあかんねんって。ムラあるように塗っちゃうとまたムラがね残っちゃうんで、ムラあったらね、そのムラの分だけ日焼けがムラになるんやって。はい。でもうそんなにね、ベースとかもしないもん。もう今日はチャ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 ーと簡単にやってしまいます。この前買ってきたこれ。で、アイメイクだけちゃんとしていく。ちゃんとって、まあそこそこにね。これでもね、ハロウィン使ったからね。ハロウィン使ったから、あのイメージしかないよね。激しくやっちゃってしまう。さあこれを普通に使えるものなのか、この季節、秋の季節どういう色を使おうかな。使いたい、この辺使いたい、この辺使いたいけど、あえてちょっとナチュラルになるかな。あっちゃんがやってちょっとやっていきます。どれ使ったっけ、これか。パール。パール、パールを乗せて。どうしようかな、何色にしようかな、オレンジ色、ピンク、オレンジ。難しいわ。ちょっとゴールド、秋っぽく。でちょっとね、紫かブルーか、いやピンクか。ピンクを。ちょっと指でぼかして、
で、これどんな色やろ、濃い色、崩れてきたわ、濃い色を、こんな感じに入れて、でアイライン、アイラインを入れるのに、ブルーのアイラインを入れ、いでいで、こんな感じにして、この前買ったの、どこいたっけな、この前買ったやつ、あれ？どこ置いたかな？マスカラ。せっかく買ったのに、ハロウィンで一回使っただけやのに。どこ置いちゃったかな？なんか嫌になってきたね。もういいわ。こういう時は。違うのを使います。せっかく使うと思ったのにしょぼん、で探しとこ、多分どっかのバッグ入れだな。持っていくとこには機能を入れてなかったと思われ、はいはい、どっかのバッグ入れたんや、なくしたらあかんと思って、あれ？どこのバッグだっけな？なくしたらダメだわーって思って。ないじゃん。あれー？あれね、パソコンの机か？もうなっちゃった。もういいわ。またテンション下がってきたな。まあいいわ。もういいんだ、いいんだ。いて、まぶたを挟んでしまったわ。よいしょ。どこ入れたやろ。まあいいや。また探しておきますわ。一回のマスカラを。
ってすぐにこういうとこ入れとかなあかんね。いい加減やから。な感じ。で、チーク。あんまり激しくしない。もう今日こんな感じ。あ、口紅や、口紅何色にしようかな。赤は激しいよね。のりリップでいいかな。ピンクしようか、リップでいいかな。こんな感じ。今日こんな感じです。こんな感じでお出かけしていきます。ストレス発散です。ウィンクしたらマスカラついたかな、大丈夫かな。行ってきます。今日のあっちゃんのメイクよかったよと思ってくれたら高評価を。あ、コーデ、コーデ、コーデはね、赤のを持ってシャギーに、こんなモコモコなミニ、これで行ってきます。今日のあっちゃんのメイクコーデ、よかったよと思ってくれたら高評価を。ダメだよっていう人はどこがダメだよ、こうした方がいいよっていうアドバイスください。いてて携帯電話持ってた。はい、ということで、こんなチャンネル、まあ、よかったよと思ってくれたらチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。